せと。すいません、勢いで真っ逆まで来ちゃいましたけどね、なんかすっかり、懐かしさも何も感じない真っ逆駅でございますけど、あ、まだ真っ逆のまんまになってるね。いやいやいや、ね、まさかあんな時間調べてなかったんで、あんな着いた瞬間に列車やってくると思ってなかったんで、急いでね、慌てて整理券ね、取る場所探してやってましたけど、考えてみたら JR はそう、駅の車内で整理券がね発行されるタイプなんですよね。あそこにある整理券が車内にあるタイプ。そう、近鉄は駅に置いてあるやつから取るんでね。そうそうそう、会社によって結構違っと慌て取ったもんで、駅で急いでこの整理券があるところ探しとったけど、それはあるわけもなくて、で途中で、あ、そうやそうや、名称線はね中にあるわけで思い出したんでね、でなんとか間に合ったと思って、ドアの前で突っ立っとったら、考えてみたら半自動ですからね、押さないと開きませんからね、しっかり忘れてましたけど、であれですね、列車はね空いとるやろと思ったら、あれなんですね、めちゃくちゃ混んでましてね、学生さんがすごい会場に乗っておられましたね。まあそうか、平日あったりですからね、そういや学生さん学校あるんだというね。でどっか学校があるんだな、俺どこかピンと来ないんだけど、でだからね、感じとしてはもうね、高校の学校のクラスの教室に間違っておっさんが迷い込んだような、そんな感じでしたからね、間違い感半端じゃなかったですけど、なんとかやってきました。ね、240円でいいみたいで、駅で精算すればいいらしいんで、このまま駅の改札でなんかちょっと精算をしてこようと思いますけど、そんな感じかな。いやいやいや、こんな感じとは思わず、私よくシステム分かってないんだけど、とりあえずこれで、帰り JR、 いや今日は近鉄の方のがちょっと用事、勝手がいいんだよな。ちょっとこの後またちょっと寄る場所がありますもんでね、とりあえず本当なんか生産箱のところで、生産してなんか引き継ぎをすればいいみたいねんけど、わからんくて、よくわからんから駅前で聞こう。だから名称店は本当あそこ逃すと2時間ぐらいないですからね、ちょっと駅員さんに聞こう。あ、すいません、これ生産したいんですけど、さ、よく分かってなかったけど、とりあえずあれなんですね、快速メイズそのままアクセスできるようになってるんですね、結構便利ですね。で、普通に駅の窓口で生産したら生産できましたわ。さあ、何の考えもなしに真っ逆まで出てきてしまいましたけど、どうしような、弁当かなんか買ってきましょうか。